あやこうんぐ LM さん wrote me just yesterday on August 25th, 2021 like this. I always wonder why Walt Disney put Peter Pan on a Mitra hat and drew it so much like a Phrygian cap. It's a wonder to me. What do you think of this? あやこうんぐアラムさんという方からこんなコメントが届いています。いつも思うのですが、ウォルト・ディズニーはなぜピーター・パンにミトラ帽をかぶらせ、またこんなにミトラそっくりに描いているのでしょうか。私にはとても不思議でなりません。先生はどう思われますか。と、広し林、ハメマシティ、ジャパン。なぜウォルト・ディズニーのピーター・パンがフリーギア帽をかぶっているかについてですけれども、私林博士はですね、もともとピーター・パンを描いたサー・ジェームズ・マスユー・バーディーという方がですね、ギリシャ神話のパン、つまり牧神の神を意識していたからではないかと考えています。ローマ名、ファウヌスということになりますけれども、左に描かれているのがパンです。半神半獣といいますかね、半分人間半分野獣、あるいは半分神半分野獣ということになります。私たちが持っているピーターパンのイメージとはかなり違いますが、パンという神は右のように古来より表現されています。手に持っている楽器に注意してください。パンという神が持っているフルートですから、一般にはパンフルートと説明されています。それと同じ楽器をですね、私たちがよく知っているピーターパンも持っています。つまりなぜピーターパンがピーターパンになったかということですけれども、つまりはギリシャの神パン、すべてのを意味するパンという神をですね、作家のサー・ジェームズ・マスユー・バーリーが意識したからであると私は考えています。で、このようなピーター・パン像といいますかね、姿が一般的になったわけですけども、もともとパンという神はどこか、つまりですね、どこか、こういう神であったということですね。大変公職であったと、公職な神であったと私は考えています。その流れの中から、つまりはパン神話というのが生まれたわけですけども、そのパンがですね、つまりはピーターパンの原型になったということになるのではないでしょうか。がそのピーターパンにウォルト・ディズニーはフリーギア帽をかぶせたというわけです。これがサー・ジェームズ・マスユー・バーリーですけども、ピーターパンの初版本といいますか、オリジナル本の中に描かれているピーターパンには帽子が描かれていません。これがその挿絵の1枚ということになりますけれども、何枚か手間とか調べてみましたけれども、帽子をかぶっていません。ところがですね、ウォルト・ディズニーになると右のような帽子をかぶるようになったというわけです。なぜウォルト・ディズニーがこのような帽子をピーター・パンにかぶせたかについてはですね、つまりはここにウォルト・ディズニーのですね、哲学そのもの、あるいは信仰といったらいいのかな、そのものがですね、ここに表現されているということになるということになります。中央がミトラ像に描かれているミトラ帽です。
愛嬌に赤い羽をつけてみました。つまりピーターパンのかぶっている帽子はミトラーのいわゆるフリギア帽と一致するということです。なぜか、まあ、その理由はもう皆さんお分かりかと思いますけれども、ミトラの7本の光線が元になって現在の自由の像の光線とつながりました。あるいはつながっています。つまりウォルト・ディズニーは自由の像を信仰する、あるいは信奉する、あるいは哲学の理念として持つ、つまりは芸術家であったということになります。そうしたウォルト・ディズニーの哲学はウォルト・ディズニーの映画の随所に見られます。まあ、それについてこれからゆっくりと皆さんに説明してみたいと思います。In the movie of Maleficent by Walt Disney Studios Home Entertainment, a warrior stood on a stage and shouted to his members, Solution and Coagulation, which is Salve et Coagula in Latin, and these two words are tattooed on both right and left arms ofBaphomet. It is a very understandable movie, isn't it? ウォルト・ディズニー作品マレフィセントの中で一人の戦士が壇上に上がり群衆に向かってこう叫びます。誘拐せよ、そして凝固せよと。ラテン語ではソルベ・エッ・コアグラと言いますが、その2つの言葉はバフォメットの右と左の両腕に入れ墨として書かれています。そういう意味ではこの映画は大変分かりやすい映画ということになります。広志林、浜松シティ・ジャパン。ウォルト・ディズニー作品のマレフィセントという映画です。今ご覧いただいているのが主人公のマレフィセントということになります。で、このマレフィセントイコールバフォメットということになります。左がバフォメットですね。で、そのバフォメットの両腕にはですね、ラテン語で誘拐せよ、そして凝固せよと書いてあります。一度すべてのものを溶かして、そしてまた固めろという意味になります。その言葉が映画の中でそのまま使われています。つまりこの映画はそういう映画ということになります。いかにもいかにもという仰々しい神ということになりますが、人は見かけで選んではいけませんよね。と同時に神もまた見かけで選んではいけないというウォルト・ディズニーの精神がこの中でも生かされているということになります。The Jungle Book is a 1967 American animated musical comedy film produced by Walt Disney Productions. Inspired by Rudyard Kipling's book of the same name, it is a 19th Disney animated feature film. Directed by Wolfgang Reitherman, it was the last film to be produced byWalt Disney, who died during its production. The plot follows Mowgli, a feral child raised in the Indian jungle by wolves, as his friends
Bagheera the Panther and Baloo the Bear tried to convince him to leave the jungle before the evil tiger Shere Khan arrives. And this year, in 2016, a remake film of The Jungle Book was released in North America on April the 15th, 2016. It became a critical and commercial success, grossing over $947 million, making it the third highest grossing film of 2016. My wife and I went to a theater to enjoy the film last night, which was so fantastic that we could feel very much close to Walt Disney himself, since we could know that his philosophical ideology is still alive in the film. 昨夜2016年8月17日の夜、ワイフとディズニー作品のジャングルブックを見てきました。ウォルト・ディズニーの哲学的思想がそのまま生きている素晴らしい映画でした。前作のジャングルブックはウォルト・ディズニーの遺作となりました。2016年に公開されたジャングルブックはそのリメイク版ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もしも、ですよ。もしも、猿が火を持ったら、その森はどうなるでしょうか。それがこの映画の主題であると私は感じました。猿が火を持ったら、森は火の海になってしまうでしょう。至るところで火事が起き、森は全滅します。もしもですよ。が、もしもですよ。一人の人間がですよ、核兵器を持つことができるようになったら、この世界はどうなるでしょうか。あ、もしもですよ、世界はそれで終わってしまいますね。それを私は、ウォルト・ディズニーは、The Jungle Book の中で言いたかったのではないかと判断しています。その証拠があります。この少年の持っているトーチに注意してください。このトーチはニューヨークの自由の像のトーチと大変よく似ています。少年はこのトーチを持って森の中を走ります。左が自由の像のトーチです。右が少年が持って走るトーチです。比べてみてください。基本的なコンセプトは同じです。基本的なコンセプトは同じです。つまり、このジャングルブックの中に表現されているトーチは、自由の像のトーチを明らかに意識しているということになります。つまりこれが、ウォルト・ディズニーの哲学的なイデオロギーということになります。私はそのイデオロギーを今度の2016年度版に感じることができました。大変素晴らしい映画です。皆さんもぜひご覧になってください。Bye for now.
According to the Scottish Rite of Freemason, the 33rd degree is an honorary degree bestowed upon a Mason who has done good works for the fraternity. But it is known that though Watt did belong to a boys' club in his youth called De Moray, which is sponsored by Mason Lee, but never joined the fraternity. Watt was not a 33rd degree Mason, and he was not ever a Mason of any degree. But I, Hiroshi Hayashi, would like to say that Walt Disney was more than that, or he was high above Masonry. Walt Disney はフリーメイソンではありませんでした。そのことはよく知られています。が、その精神はフリーメイソンをはるかに超越していました。ウォート・ディズニーはその初期の作品においてフリーメイソンのシンボルマークを随所に織り込みました。特に Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目は様々な場面で使われています。現在アメリカの1ドル札の裏にもそれが描かれています。またウォート・ディズニーは33という数字にこだわっていたようです。自宅の番地も33番地だったようです。33というのはフリーメイソンのスコットランド派が名誉称号として与える数字です。聖書の世界でも意味のある数字ということになっています。ヤコブには33人の息子と娘がいました。ダビデ王は33年間世界を統治しました。イエスは33歳で十字架にかけられました。一般的には33という数字はフリーメイソンの世界では最高位の位を表す数字とも言われていますが、ウォルト・ディズニーはその33という数字にこだわっていたということになります。が、大切なことはそうした表面的なことではなく、ここにも書いたように、ウォルト・ディズニーはそうした組織そのものをはるかに超越した存在であったということです。もっと言えば、人間は一つ、世界は一つ、神々は一つであるということを見抜いていました。だから、ウォルト・ディズニーはこう歌い上げたのです。It's a small world after all. つまりね、世界は小さいんだよ、と。世界にはね、笑っている人もいるけど、泣いている人もいるんだよ。希望を持っている人もいるけど、ビクビクしている人もいるんだよ。みんなが助け合うことはたくさんあるんだよ。今こそみんながそれに気づくべき時なんだよ。だってね、小さな小さな、本当に小さな世界なんだからね。たった一つの太陽と月しかないんだよ。あなたが微笑めばみんなと友達になれるんだよ。いくら高い山があってもね、いくら深い海があってもね、結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。小さな小さな小さな世界なんだよ。結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。
According to the official website of Walt Disney Production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで、隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松市、ジャパン。It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation, painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains about which only I, Hiroshi Hayashi, know.This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney は代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが書いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を書いています。ダヴィンチなる操り人形が書いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山はウォルト・ディズニーの描いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に描いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に描かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。
となると可能性は二つです。わかりますか？一つは、ウォルトが1500年後のイエスの書いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまりボルトンマウンテンを書いたかのどちらかだということになります。広し林、浜松市、ジャパン。ここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎告知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そして右がですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンテン、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。が、なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかってことになります。すなわち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォルト・ディズニーの謎は、底なしに深いということになります。続く動画、どうかご覧になってください。Bye for now! Reach an unreachable star. Walt Disney knew what Da Vinci was. ディズニーはダヴィンチの正体を知っていた。今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます。悪魔が住む山です。これがその山ですけども、ボールドマウンテンと呼ばれています。これがファンタジアの次第にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。いや、これと同じ山がですね、実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのです。これが受胎告知と言われているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね。描いた絵の中でも。その中央に描かれているのがその山なんです。なぜ、ウォルト・ディズニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか。百聞は一見にしかず、皆さん自身で比べて、見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中の絵です。右がディズニーのファンタジアの中の山です。ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それで、ディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山をの中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トゥリグラブ山の山、スロベニアのトゥリグラブ山だというわけですね。トゥリグラブ山。で、私はですね、このトゥリグラブ山を隅から隅まで調べました。二日かかったぐらい、まあ、それほど大きなね、山じゃありませんので、調べられるんですけど、二日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身も、一度調べてみてください。
これが、まあ、スロベニアのですね、トゥリグラブ山です。まあ、似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。まあ、これがディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと。まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ山というのは見る角度によって非常に姿を変えますから、その辺は注意が必要です。ですからまあ、天を打ち、四方八方から調べてみました。が、同じような山は見つけることができませんでした。が、水さんという方からですね、大変奇妙なピラミッドを教えていただきました。まあ、この山、ピラミッドがですね、いわゆるダヴィンチの絵の中のピラミッドに、山に似てるってわけです。で、調べてみました。これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含めますと、おそらく1000メートル近い、こうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて自然のもんだと思いますか？私は自然のものに、自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。ピラミッドなんです。高さが今も言いましたように551メートルですよ。551メートルですよ。海面から。火山岩のみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんな風に吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダヴィンチの絵です。で、この今、ボールスピラミッドと比較してますと確かによく似てるんですね。そこでダヴィンチは何を、どこの島をモデルにして描いたかということなんですよね。ダヴィンチは、私はこの島をモデルにして描いたというふうに確信しています。それには二つの理由がありますが、その理由はもう少し後で説明させていただきます。皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山をボールズピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。その理由はですね、というか皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね。フィレンツェです。から、カタトゥジューダに線を引きます。で、カタトゥジューダから、ボールズピラミッドに線を引きます。共に、極めて重要な、まあ、キーポイントですね。そこでもう一度、ダヴィンチの絵を見てみましょう。これは、また有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には、見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタトゥジューダですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。この山とダヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから、全く同じ、上の方がね、全く同じというわけではありません。これがカタトゥジューダです。すなわち、ダヴィンチは、この山を模して、洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山があるならですよ。イタリア、フィレンツェの近くに。それはまた紹介してください。私が調べた限り、ありませんでした。で、ダヴィンチはですね、カタツジュータへ来ていたわけですね。その証拠はこれなんです。と同時に、ボールスピラミッドにも来ていたと。それが先ほどの受胎告知の絵であると。
飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極、ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界と言いますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって何かの形でね、沈んだということは十分考えられます。これがタミューマシフの火山です。巨大ですね。そしてカタツジュータは言うまでもなく拠点中の拠点ですね。ここから、隣のウルル、そしてマウントコナーをつなぎますと、一直線上ですよ、タヒチのモリア島へと向かうわけです。このように全てが計算されていますが、これでまあ一つの、なんて言いますか、ダヴィンチの書いた山の謎、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言、ダヴィンチの書いた絵と、ウォルト・ディズニーの書いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、真似て描いたと断言していいですね。構造を見てください。下のよう、山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーは、ダ・ヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!